どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日もアーカイブアップロードをお届けしたいと思います。アーカイブアップロードというのは何かと言いますと、以前ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げていたレッスン動画を今もう一回このタイミングでもう一回やらないかいという、そういうお誘いなんでございまして、はい、今回のテーマソングはドン、カイマナヒラ。このカイマナヒラという曲はハワイアンソングのもう超定番曲で、まあ入門コードでできるんですけれども、今ですね、このタイミング、やっぱりハワイ、まあ私も大好きなんですけど、やっぱ心配で行きたいけれども行けないし、向こうのね、こういろんなこともなんか心配、やっぱロックダウンになって解除されたといろいろありますけれども、やっぱりそういうね、ハワイへの思いをこの曲に今託して、ハワイまでドーンとこう届けようという、そして自分もね、そのちょっとリラックスした気分、ハワイのあの感じ、ご自身で演奏して味わってみるのは今のこのタイミングでどうかなというふうに思ってですね、アップロードしようと思います。ウクレレね、超簡単なんですよ。この動画見てウクレレ私にもできるかな、私大丈夫かなと思ってる方すぐできますからね。ここ行って、ウクレレ、ここのリンク先行ったらもうすぐ皆さんできるようになりますからね、始めてみてください。それではじっくり心を込めてハワイを思い浮かべながらゆっくり奏でてまいりましょう。カイマナヒラのレッスン動画どうぞ。ウクレレといえば、ハワイアンがよく似合いますよね。ハワイアンの代表曲といえば、カイマナヒラという曲がございます。こういう本出してるんですよ、私。リットミュージックっていう楽譜出版社から、リットミュージック。この本の中にも実はドーン、カイマナヒラ入ってんですよね、カイマナヒラ。はい。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でも、結構すぐできちゃう。超簡単バージョン。途中解説して、後半はちょっとノリノリなかっこいいバージョンの2バージョンやりますので、最後までぜひご覧になってください。これですね。ハワイ語なんですよね、カイマナヒラっていうのは。で、ハワイ語だってね、英語で書いたり、カタカナ表記することが多いんですけど、私はね、ハワイアンやるときのね、裏技として、ひらがなで表記してるんですよ。ひらがな。ひらがなだと結構読みやすいですから。はい。そんなこと踏まえながらも、シンプル簡単バージョンの方をやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。D7、G7、C7 です。はい。イワホーマコオイカポネイアイケイケナニカイマナヒラカイマナヒラカワイルナ D7シンプル簡単バージョンカイマナヒラやってみました。はい。今のはね、1番と2番をやっただけなんですけど、本来はかなり長くありますからね。コード進行全部一緒ですので、フルでやりたい方はコードだけ書き出して、歌詞書き出して、自分でノートに書く。これが大事でございます。その時の参考になるように、このノートを見せようと思います。これね、さっきも言ったんですけど、こっちの歌本にも入ってるんですけど、これはね、こうちゃんと印刷されてるものなんですけど、あえて今日は私のこのノートバージョンをご覧になっていただこうと思います。イントロ、こうなっこのワンブロックに4回弾くわけだから、2個コードを変えるときは D7、G7、G7、2回ずつ、1個のときは4回弾きますよ。こういうことになってますね。コードの解説はこれ見せた後にするんでね。はい、じゃあここまで行っちゃいましょう。で、ここが結構キーポイントなんですよ。一時停止して、まずここ1番メモってくださいね。はい。で、ここを解説すると、F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 、C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 、G7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 、C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 。ここ、よく見てください。G7、2拍って書いてある。ここだけちょっとね、トリックっていうか、裏技的に2拍っていう リズムがありますね。要注意でございます。はい。これ全くコード進行同じで、2番です。はい。ここも同じですね。はい。して、出てくるコード、先ほども言いました。C と C7。
F と D7、G7。この5個で、できるんですけど、この C7 どこで出てくるかって言ったら、ここ1回出てくるだけですから、まあ、ほぼほぼ、まあ、コード4つってことになります。これはですね、ウクレレを始めたら、最初に覚えるコードのグループでございまして、ちょっと今日はね、1個ずつ分析してみようか。C っていうのはここです。1弦の3フレット。こういうふうに指の担当数決まってるから、薬指で押さえるのがいいです。ウクレレまっすぐにしておいてください。自分の方向いてないように、これ確認ね。C。これが C です。下1本と覚えます。次、F は、こことここを押さえます。こういう感じ。こういうイメージ。斜めのイメージを持つといいです。斜め。はい、斜めです。これ F ね。はい、次 G7 は人差し指の位置一緒。あと、こことここを押さえるんです。こことこういう風に押さえる。ここってつまり三角形のイメージを持つといいですね。これ G7 です。で、角度をちょっとこう、この角度を使ってあげると G7 を押さえられる。はい。で、C7 っていうのは、さっきの C を、このままここになります。簡単でしょ？これ1個だけ。これは C7。で、あと、D7。D7 っていうのは、ま、さっき F ってあったじゃないですか。F の、ここの部分は同じで、ここなんですよね。ここ。こことここを押さえる。で、こういう風に押さえるよりも、こう押さえた方がいいです。こういう風に。なぜかというと、次 G7 だった時にすぐこう移動。これが、うまいこと移動できるんですよ。なんで、こういう風に押さえるよりも、こう押さえた方が D7 は効率的な感じがします。これはですね、はい、ガズレリースコードっていうグループ。この中のメンバーなんですけど、もしお時間ある方、ここにリンク貼っておきますんで、このコードの勉強してください。それではここからかっこいいバージョンの説明に入っていきます。まずリズムですね。リズムはですね、ちょっとシャッフルなんです。シャッフルっていうのは、チャッカ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 、ちょっとリズム、跳ねてる。跳ねてないリズムっていうのは、タッタッタッタ。跳ねてるリズムっていうのは、タッタ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 です。これ。これは基本のリズムでございまして。その中で8ビートをやりたいと思います。8ビートっていうのは、ちょっと C で弾くと、基本になります。これ私のガズレレでは8ビートっていう弾き方になってるんですけど、8ビートのシャッフルのリズムですからね。で、以前これを詳しく解説している動画、ここにリンク貼っておきましょう。ここは、私のホームページでリズムのいろいろっていうページなんですけど、そこから8ビートというところを探して、ひたすら練習してみてください。楽しいですよ。このリズムで歌えるようになると楽しいと思います。で、イントロと間奏のところは、この今の感じで、じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 じゃん。これで行ってみようと思います。こういうのはですね、結構いろいろ奥が深いんですけど、じゃ、このかっこいいバージョン、デモが終わった後に、ちょっともうちょっとかっこいい弾き方も紹介しますけど、ひとまずはこの8ビートを、シャッフルの晴れた8ビート中心でやってみようと思います。それでは、かえまなひら、ちょっとかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ルンルン気分で体もね、こうしっかり動かしてください。バージョンやってみました。最後エンディング見ました？あれかっこいいでしょ。今のやりますよ。 D7 G7 1弦の3323 5で1フレットの5。今の3323というのは1弦のフレットの数です。3323 5。これやってみてください。これはですね、以前ね、私の動画でやってるんですよ。ウクレレ弾いてるって決まるかっこいい終わり方っていう動画が過去にあること、ここにリンク貼っておきます。そこでかっこいい終わり方、いろいろマスターしてくださいね。これ、エンディング使ってください。で、イントロですけど、今やったバージョンはね、これ、じゃんじゃだ、じゃんじゃだ、じゃんじゃだ、じゃんじゃなんですけど、カッティング、左手でパッと止める。
ってるのかっこいい。これカッティングっていうのはね、左手で止めてるんですよね。これ結構高等技術です。で、もしこのカッティング、ちょっと挑戦してみたいという方、さっきリズムのね、8ビートをここ見てくださいっていうところの下の方に行くと、カッティングの、解説動画が上がってますんで、そういうのをちょっと織り混ぜてくると、また、深みが増してくると思いますけど。まあ、まずは気持ちよくね、こう南国の風を感じながら、ハワイ気分で、のんきにこう体を揺らして歌うのが、基本になると思いますから、はい。ちょっと楽しんでやってみてください。ありがとうございます。はい、やってみました。カイマナヒラ、やっぱりですね、この曲を聴くともうザ・ハワイ。ワイキキビーチみたいな感じでね、もういろいろ考えさせられるんですけど、この曲でまた元気にね、元気感をこう高めていけるのもいいんじゃないかなというふうに思います。さあ皆さん、このウクレレで音楽を奏でてね、楽しんでいただいていると思うんですけど、今度この楽しさをですね、周りの方にもぜひお伝えくださいませ。ガズレレ YouTube チャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしていつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレですけど、今ね予約注文、受け付けております。皆さん興味ある方、ガズレレ公式ホームページの方からちょっと行ってみてください。そして現在すで、にオーダーしてくださって、入荷お待ちしてくださっている方、皆さんお待たせしております。今ベトナムで毎日毎日モジャ君はじめベトナムスタッフ一丸となって愛を込めて作っておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけど、ガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、まあ私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納すると、もうねまあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはちょっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。